ください。です、キュンキュンティクル。Yeah.
動しているアイドルグループ九州キュンピッツキュンキュンです。よろしくお願いします。キュンキュンのミニライブいよいよスタートしましたが、はい、そうですね、はい、まあ、お買い物中の方とかたくさんいるんですけども、うん、キュンキュンの、ね、ミニライブを足を止めて見てくださってる皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。ね、あの山田大輝さんにね、うん、なんでアイドルがやるのかとね、いっぱい謎謎とか、うん、謎の方とかも多いと思いますし、うん、曲が流れてる時点で、え、何何って驚いてる方いると思うんですけども、まあ、ただいまね、山田電機さんでは、皆さん見てください、こう。おー、情熱ブリータセール2016。おこれね、情熱ウィンターセール2016を行っているということで、まあ、県警はですね、総勢15名で活動しているアイドルグループなんですけども、今日はウィンターセールを盛り上げに、ですね、先ほども言わせていただいたんですけれども、今回私たちキュンキュンはですね、なんとパソコン導入実績ナンバーワンナンバーワン年賀状ソフト、印刷ソフト、筆グルメさんとタイアップさせていただき、商品紹介させていただきます。これですね、はい、そうメンバー持っているんですけれども、はい、こちらですね、あのさくらちゃんが持っているこの筆グルメ、まあ、初心者の方でも簡単にって書いてあるんですけど、まずこちら3つのポイントが筆グルメさんありまして、そうそう、はい、皆さんご存知ですかね。まあ、実際あの筆グルメ作ったことあるよって方いらっしゃいますか。はい、おお、結構いらっしゃるんですね。でもまだ使ってない方多いので、うんうん、この機にね、ぜひあの私たちの商品説明を聞いて、はい、いいところ盛りだくさんなので、はい、そうなんですよ。ぜひとも今日ね、あのご購入していただけたらなって思います。もう近づいてますね、年賀状の、ね、はい、季節はもうすぐですからね、時代遅れにならないようにお願いします。はい、ということで、あの筆グルメさんのポイントを皆さん忘れないように復唱よろしくお願いいたします。まずこちら、さくらちゃんが持っているの見えますかね。まず1つ目楽しく、2つ目簡単、3つ目綺麗ということで、皆さん一緒に言いますよ、いきます。1つ目楽しく、せーの、楽しく。待ってください。まだ全然暗い、今暗かった。やっぱね、楽しくっていう時は楽しくって言わなきゃ楽しくならないと思います。これは私、はい、そう思ってるの、はい、思ってるのね、思ってるの。だからもう一回行きましょう。はい、あのナミリさんの目は厳しいですからね。そう、しっかり言葉通りの発音でお願いします。はい、行きますよ。楽しく、楽しく、いいね、めっちゃ良かったね。次行きましょう。2番目、お、簡単そうですね。簡単そうだな。3番目、綺麗、綺麗。すごい、男性の方でもおな声出すぐらい、本当に綺麗ということで、すごい見栄えだった。ねえ、もう皆さん、ありがとうございます。こちら、覚えましたか。はい、はい、ということで、あの皆さんね、予定を覚えたということで、ここからあの説明をしていきたいなと思うんですけれども、まず楽しくですね、一つ目の楽しくなんですけれども、まあ、あの皆さん、パソコンって思われてこう硬いなってイメージあると思うんですけど、実はこちら、あの直接描けるお絵描きデコも入ってありまして、こう自分の好きなようにこうペンで描けたりするんですよね。おー、すごいでしょ。あの思うがままに描けるっていうね。わー、楽しそう。自由自在。そう、2017年は鳥年でしたね。うん、そうですね。なんで、あの鳥、鶏なんて描いたらいかがでしょうか。自分でね、オリジナルの鶏とかね。でもいいよね、手作り感あった方がなんか嬉しくない、うん、そうですね、まあ、しかも今回手書きとは違って、これパソコンのこの筆グルメを使って書くので、それを何枚も印刷できるっていうのはすごい嬉しいことですよね。自分の手書きだったら、もう一枚また書かないかんけ、同じのを書けないからですね。そうね、あの豊富なスタンプだったりテンプで自分の好きなようにデコレーションが可能ですので、こちら楽しく作れると思います。はい、そして2つ目、続いて簡単。簡単はですね、あのこちらはですね、作成手順に合わせてですね、操作手順を教えてくれるんですよ。おお、まあ、皆さんこちら見えますかね。こういう風に、まあ、順番に作成するだけであっという間に簡単に作れちゃうんですよ。なので、あのこういうプリンターを使うのが苦手とか、こういう機能を、ね、使うのが苦手っていう方でも安心してください。簡単に使
よ。ハンドル右だった。ちなみにパソコン苦手な人、はい、あやっぱいらっしゃいますよね。でも私のお母さんもこういう結構お母さんの話するけど、こういうの苦手なんだけど、でもやっぱりこういうなんだろう、手順があるだけで、うん、やっぱりなんだろう、使いやすい、うん、からありがたいよね。ねえ、なみなみありがとうという感じです。はい、じゃあ続いていきましょう。はい、続いてキレイはもうね、やっぱ年賀状で大事なものね。まずあて名、あて名って大事でしょ。やっぱ表と裏しかないからね。そうです、そうです。住所のところも大事よね。はい、その住所の部分のあて名の部分、なんと書家の監修を受けてますので、もう綺麗な配置、綺麗なレイアウトでもうプリントされます。そしてですね、もう難しい漢字あるじゃないですか、うん、斉藤さんとかね。斉藤さん、斉藤さん、斉藤さんね。斉藤さん、難しい漢字、普通に打っても出てこない漢字とかもちゃんとね出てくるんですよ。難しい漢字も入ってるので、こういうね、簡単な方で出しちゃえみたいなね、失礼なことも絶対ないので、もう綺麗に宛名印刷できます。おいいですね。3つ私たちこう紹介させていただいたんですけれども、まだその他にもですね、皆さんにも知ってほしいなと思うポイントたくさんあるんですけれども、まあ時間の限りもありまして、もうこれだけしかお知らせできないので、ぜひ皆さん興味持たれた方はですね、このキュンキュンのイベント終了後でも大丈夫ですので、スタッフさんに声をかけていただいて、ここ教えてほしいんだけどとかって聞いていただけると、優しく教えていただきますので、皆さんぜひチェックしてみてください。そして先ほど私が言いました、年賀状以外にも使えますよって言ったんですけれども、最初にね、楽しくとかで私が紹介させていただきました、オリジナルにね、自分のレイアウトだったりデザインなども作れますので、クリスマスカードとかね、お年賀状以外にも初中見舞いとか、うん、夏とかね、あと残暑見舞いとか、もう1年フル活用できる筆グルメとなっておりますので、はい、ぜひ皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。お願いします。はい、このフリグルームもですね、本当皆さんのそれぞれの使い方だったりね、いろいろあると思うので、楽しみながら簡単に綺麗な文字で楽しく作っていただければなと思います。はい、はい、まだまだね、ライブの方も続きますけれども、皆さん盛り上がってますか？ちょっとね、うん、朝早かったので、あんまり声が出ないっていう方多いと思うんですけども、後半戦もまだまだ盛り上がっていきましょう。それでは続いての曲は、キュンキュンの中で一番盛り上げられる曲じゃないかなと思います。それでは聴いてください。モチベーション。気持ちを揺らすな私。
大さん